零0一一ナポレオンソロ、零0一一ナポレオンソロ、零0一一ナポレオンソロ、ザマンフロム UNCLE はアメリカ NBC 系列で1964年から1968年まで4シーズンにわたり放送されたスパイモノのテレビドラマ、メトロ、ゴールドウィンメイヤー制作。第1シーズンはモノクロ以降はカラー放送。日本では 1966年から1970年まで日本テレビ系列で放送された。国際機関アンクル UNCLE のエージェントナポレオンソロとイリア・ニコビッチ・クリアキンの活躍を描く。当初は様々な敵を相手に活動していたが、途中から国際犯罪組織スラッシュ、セラッシュが登場し、もっぱらその組織と戦う会がメインとなっていった。また、 はじめはハードだった作風も次第にコミカルなタッチへと変貌し、それが特色となった。企画初期にはイアン・フレミングが参加していた。現代がマント単数であることからもわかる通り、当初はソロ・ロバート・ボーンを主人公として作られ、イリア・デビッド・マッカラムは脇役に過ぎなかった。ところが次第にイリアに注目が集まるようになったため出番も増え、 ほどなく、ソロとイリアがコンビで活躍するシリーズへと変貌した。むしろ、人気では、イリア、マッカラムが、ソロ、ボーンをしのぐようにすらなった。そのため、二人の不仲説も根強く語られている。しかし、優秀なが女性には、弱いソロと、クールに任務をこなす中性的なイリアという対比が、番組をより面白くしたことに、異論は見られない。 アメリカ本国では1967年に入るとマンネリ化もあって徐々に人気に陰りが見え始め視聴率が低迷していったが日本ではビートルズかナポレオンソロかと言われるほどの大人気番組とり特にイリア役のデビッド・マッカラムは若い女性から熱烈な支持を得て来日の際は大歓迎を受けた 本作のエピソードを再編集した劇場映画も公開された。また、アンクルの女性エージェント、エイプリルダンサー、ステファニー・パワーズを主人公としたスピンオフ作品、レイ二にアンクルの女も作られた。2015年には、コードネーム UNCLE のタイトルでリメイク映画が制作された。世界の法と秩序を守る国際機関で、ユナイテッド。 ネットワークコマンドフォーローアンドエンフォースメント、法執行のための連合網司令部の略。世界各国が加盟しているが、放送当時の設定では、中華人民共和国とアルバニアは加盟していないとされていたソビエト連邦は加盟しており、イリアクリアキンはロシア人、アンクルでおじさん、おじ、おじのことでもある。本部、またはメンバー同士との更新は、初期は、 シガレットケース型、後にはボールペン型、ノック部分が伸びアンテナとなるの無線機で専用衛星回線を使用して行われた。更新の合図はオープンチャンネル D、パタリロ、デパロディが使われている。なお、アンクルはこのドラマ内のオリジナルの組織であるが、番組のエンディングクレジットでは、 あたかも実在の組織のごとく番組がアンクルの協力で制作されたと明記されている。ニューヨークの国連本部近くのビルの中にある。外観は古いが内部は最新設備が整っている。メンバーが本部に入るにはビルの表通りに面した半地下にあるデリフロリア洋服店内試着室の秘密の出入り口を使用する。中に入ると まずゲートの女性オペレーターから逆三角形の認識プレートを受け取り、胸につける。プレートは部門ごとに色が異なり、各メンバーの認識番号が書かれている。ソロは11、イリアは2。このプレートは立ち入りごとに微量の放射性物質が塗布され、これを知らない者が未処理のプレートをつけただけで侵入しようとすると警報が鳴る。劇場版ツートラップ。 エースパイ、オリジナルパイロット版、ソロ、TV エピソード、ザバルカンアフェアでは、冒頭シーンで侵入したスパイが、警報に引っかかるシーンがある。アンクルの宿敵の国際犯罪組織、テクノロジカルヒエラルキーフォー・ザ・リムーバル・オブ・アンディザラボルズアンド・ザ・サブジェゲーション・オブ・ヒューマニティ。人類を征服する英派をましからざるものを取り除く、技術界の略。ちなみに、セラッシュで、つぐみのいい、 世界征服と人類の支配を狙う闇の超国家だが、その作戦活動は多岐にわたり一貫性がなく、わかりやすい、単なる悪役でしかない。放送時間はいずれも日本時間。これらのほか、1970年4月9日から9月29日には、第3シーズンまでの傑作編を集めた、新ナポレオンソロ90分。お、小泉全部ゲバゲバ90分。 集団中の穴埋め番組として、火曜20時21時26分に放送した。本作の続編、スペシャル版。何度かの映画化企画が頓挫した後、テレビの特番ドラマとして実現した。ボーンは当初から出演に意欲を見せていたが、マッカラムは、もう年で、体が動かないと消極的だった。結果、ボーンがマッカラムを解き伏せる形で共演が実現した。 ドラマ中でも、ナポレオンはアンクルに呼ばれ、仕事を受けるが、イリアはアンクルを辞めていた。ナポレオンが美人を連れて、カーチェイスでの途中、二代目、ジェームズ・ボンドのジョージ・レーゼン・ビーが、イギリス人スパイとして、JB なる、ナンバープレートのアスン・マーティンに乗り登場、ソロの危機を救う場面がある。JB のセリフは、困った時は、お互い様と吹き替えられている。 H957 という核爆弾が強敵になっている。ラストは敵のボスが逃げおうせた形で幕となったが、これ以降の続編は作られなかった。しかし、ドラマの中では次の任務の要請が来るところで終わる。以上、早川ポケットミステリー、早川書房、絶版。以上、久保書店、キューティーブックス、絶版。以上、洋藩出版、洋藩ライブラリー。 絶版。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。